株式会社高田引越センターは、愛媛県松山市にある引越業者、旧名高田引越センター。上受け郡熊町で燃料運搬業を始めたのをきっかけに、1968年に創業。高田慎太郎によって、松山市で前身の有限会社高田運送店として1971年、設立。1990年に温泉郡重信町に移転。 同時にトライクルームも手掛けたけ。1992年、創業者、高田慎太郎高井。妻である、高田栄が二代目代表取締役に就任。1996年に、株式会社高田引越センターに、商号変更。2006年、長男である、高田正信が三代目代表取締役に就任。2008年より引越し業界発やコントリ外しの、 サービスを始めた。2011年には県内不動産業者と連携し、指定物件への入居は引っ越し費用が無料となるサービスを始めた。2017年9月16日に松山市三泥町に新社屋を建設し移転した。トランクルームも併設している。株式会社高田引っ越しセンターに称号変更。また、家のお困りごとのお手伝いとなるサービスを始めた。 関連会社に MJ コーポレーションがある。2006年に高田正信によって広告代理店として設立。インパクトのある CM を社長自ら企画し、全国面白 CM にも数多く取り上げられている。ありがとうございます。